こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。忍術道場、師範の前ちゃんでいつす。から師範になったんですか？まさにキューブ状、どこをしたらいいかわからない。あれ、タッチするだけで扉が開いて開いちゃった。まさに新しくなった6月発売のセントロカタログを前回の動画でもお届けしました。今日はですね、価格面、セントロの価格面、それぞれのラインナップ含めて前ちゃんとお届けしていきたいと思います。はい。6月発売、カタログをセントロ早く見たかった。価格も気になる。そんな内容でしたよね。ニューセントロカタログが見たいパート2。クリーンアップ、ついに全貌が明らかに。こんな形で綺麗なキッチンが登場しましたよ。ホルテックス。はい。シンクまでダークトーン。そしてアウトドアリビングにウーバー式のこの扉。こんな形でマットなブラックとミドルブラウン、さらにはこういったグリーンなんかも映えるようなセントロデザイン性でしたね。これちら、デザインコンセプトをぜひ前回の動画も確認していただければと思います。今日お届けするのはこういったカウンター、新しくなった内容含めてみんながやっぱ気になるのは、だいたいそのセントロって価格帯ってどんな感じなのということで、このセンターポジションの、まさに、カタログの前半はイメージじゃないですか。後半は機能とかレイアウトとか、そして価格面とかそういったものが少しあります。その辺もちょっと、前ちゃんと一緒に見ていきたいと思います。まずはクリーンアップセントのセンターポジションということで、右と左それぞれキャビネット自体がどちらかというとセンターのキャビネットを小さくして、シンクとコンロの引き出しをワイドにしている、そんなデザインなんですよね。で、動く幅を少なくしたセンターに自分が一番配置する。じゃあそのデザインがキューブ状でありながら、この天板、ワークトップ、それぞれバリエーション、どんなものがあるのか気になりますよね。このクラフトマンデッキシンク、このちょっとデッキシンクになっている、これがクリナップの一つの、まあ、特徴、セントロの、まあ、DNA なんですが、さらにはこのグローエ、ハンスグローエ、そしてミーレ、デクトン、ブルムという形で、レールから、そしてセラミック、食洗機、デザイン彗星まで、各そのクリーンアップだけじゃなくて、機能的なものを、こういった世界的なブランドが採用されているのも、セントロのやはり上質感を演出してくれてます。まあ、じゃあいかがですか？素晴らしいラインナップですよね。もうなんかキッチンアベンジャーズみたいですね。あ、そうですね。みんながここに 勇士が揃った。で、その、まあ、ラインナップの中に2つあるんですよ。クラスマンのスタイル。クラスマンだから C スタイルっていう形で、こうデッキになってる。いやいや、デッキじゃない方がいいのよ。私どちらかというと、ベーシックなタイプがいい。でも、アクリストンじゃなくて、もう少しね、もう少しセラミックっぽい形のシンク。それがまさしく、この新しい人造大理石。アクリストンよりより強度の、硬度の、表面硬度の強い。でもね、雰囲気はね、まあ、どちらかというと、リシェルのクラ、あの、セラミックによく似た感じで、まあ、武骨な感じ。高級感ありましたよね、まーちゃん。この、ベーシックスタイル。はい、滑らかな、まあ、岩肌ですよね。ゴツゴツとした、もうカチカチ、硬度もあって、硬い岩肌、すごく高級感と雰囲気がありました。はい。こんな内容も選べます。もちろん、カウンターで、新しいバイブレーションのカラー、ステンレス、そういったセラミック。それぞれ、まあ、天板はステンレス、人造大理石、セラミックという形で、クラスマンスタイルってデッキタイプと、ベーシックスタイルって普通の天板スタイル、両方選べますんでね。で、まずちょっと見ていきたいのが、まあ、参考価格でこんな形で、206万から、こういった、これだったら、ホルテックスなんですけど、色目の違う形。これも201万。まずは、相型の基本タイプで127万3800円からできる。ビコート、サンドエンボス。やっぱこの辺がですね、ビコートもありながら、流れるスクエアなシンクもあって、そして真ん中ちょっとちっちゃいでしょ？キャビネット、ここセンター。これがいわゆるセンターポジションですセンターね。ポジション。で、こちらコンロとこれがそれぞれ大きくなっているっていうポジションなんです。センター。そしてクラスマンデッキシンクのタイプは161万3900円から、ワークトップヘアライン。このデッキシンク、これ大きなタイプ。今度ね、クラスマンデッキシンクのもう少し普通の小さいタイプも出てますんでね。そして、こちらがステンレスコーディネート、カラーステンレス。これは107万4500円。これですよね。まーちゃん、ちょっと気になるのはね。おしゃれですね。おしゃれですよね。カラーステンレス。ああ、いいですね。
セラミックコーディネート。再三、この海外製キッチンじゃないの。扉と面材をセラミックで合わせていくような、内容。ベルゲンと、同じく扉、アールソルベという一番左側の白のもので合わせてみたり、それぞれ木目調で合わせてみたり、こちらそれぞれの色目、インダストリアル、アース、ストニカ、こういったものをコーディネートしてくれる、合わせてくれる。で、このセラミックコーディネートが実現した。この辺やっぱりこう、まあ、マネキン替えっていう、言葉がありますけど、洋服でも合わせてくれてるの、そのまま合わせて購入しちゃえば、こけませんね。そうですね。今まで天板と面材はもう別の色っていうイメージが勝手にあったんですけども、最近、クリーンアップ行くとね、こういう一体型でこう全部同じ色味っていう統一感がすごく新鮮でおしゃれですよね。そうなんですよ。だから、例えばオートクチュールのキッチンハウスなんかもですね、こういった、メラミンカウンターで扉の面材合わせてて、初めて見たとき、うわ、キューブ状で面白いなと思ったんですけど、そういった一つのトレンドが海外製キッチン含めた形で日本のこの中心となるクリーンアップのキッチンの最上位機種に採用されて、それがセラミックコーディネートとして、まあ一体感のあるものをショールームに見たら、やっぱおしゃれだなっていうふうに思いますよね。このフォルテックスコーディネート、はい、こちらの方も同じく、まあ、じゃあ今言われたように、このいろんなそれぞれグレー、ホワイト、それぞれ一体感を見せる形にコーディネートが別々にするんじゃなくて、型番に見せちゃう。で、セラミックコーディネート、フラット対面で1963,100円から。さらには、こういったステンレスコーディネート。ステンレスで、こちらの方もコーディネートしちゃいましょう。カウンター、そして扉、それぞれステンレス。これも面白いんではないでしょうか。1665,900円から。で、フォルテックスコーディネート。先ほどのありましたね。それぞれ、まあ、ある中に、I 型だけじゃなくて L 型。さらには、今度デュアルトップもあるんですけど、こういった L 型で対面っていうのが、やはりこれから対面にしたいんだけれども、うん、L 型なの、もともと。L 型キッチンを壁壊して、ちょっとこういった開放にしたい。そんなレイアウト増えてますね。それももちろん対応してます。207,600円から。こんな感じで、デュアルトップ、こちらの方は段差がある。こんなタイプも出てます。それぞれカタログ見ながらですね、価格をやっぱり工夫して、あ、こっちだったら私届きそうだな、というような形で。うん、まあ、ここまで行くと、まあじゃあもう車買う感覚ですよね。そうですね。もう、これはもう、とことん贅沢しちゃいましょうという、もう人生の集大成のようなキッチンですね。そうだよ、そうだよ。うち、あんな車にお金かけてくる、あんま使わないんだよね。っていうか、私乗ってないしっていう、そんな奥様の声がどんどん聞こえてキッチンだったら、それこそ今だったら、キッチン自体がみんなが集って家中をどう楽しむかっていう形で、お部屋の、中心にキッチンが来た。ですから昔の流し台のイメージじゃないんですよね。それこそ、前回の、クリーンアップのカタログでもお話ししましたが、家で仕事をするアート、それから趣味、そしてみんなが集う、そういった、まあ、健康の中心となる料理、収納、こういったものがすっきり収納すると楽しい気分になるじゃないですか。程よく手元を隠す、こういったデュアルトップもセントロ充実して、フォルテックスっていう新しいセントロの方で欲しかったこういったシンク、天板、一体席の強度のあるデザイン性のあるものが採用されたセントロが新しくなってます。ぜひ、クリーンアップ見てなかった、予約してなかったっていう声も聞こえています。ぜひクリーンアップも見に行ってはいかがでしょうか。抜群です。LINE 登録で定期的にプレゼント配信します。山さんとお友達になっていただいて、コメントスタンプください。リフォーナビとは、一人一人の、リフォームの成功に導く、リフォーム情報サイト、LINE サービス、こちらを入れるだけで、リフォーナビ教室が使えます。YouTube、ブログ、インスタ、そして、なんといっても、リフォーナビライブラリ、生の声なんですよね。こちら、リフォーナビライブラリを使えば、商品施工、ビフォーアフター、それぞれ、メンテナンスとかね、さらによくある質問、もう皆さんが、あ、これ聞きたかった、あ、そんな質問あるんだ、内容は、この、リフォーナビライブラリから使っていただけます。こんな形、日々日々、山さんも、まいちゃんも、入れております。LINE 登録でぜひこちら QR コードを読んでいただくか、もしくはこのタイトルのところ触るとビョーンと出てくるんで、LINE で気軽に聞いてみよう。こちらの方を登録すると、リホナビが登録可能となってます。LINE でお友達という形ですね。ということで今日は前回に引き続き、セントロのカタログの詳細、価格までご紹介させていただきました。はい。まいちゃん、どうだったでしょうか？セントロシリーズ第3弾ですけれども。そうですね。まずは、大きなショールームから今入り始めてますからね。電話で確認していただいて、ぜひ木目のセラミックとダークトーンのステンレス、もうこの2つ、
絶対見てほしいです。そして、ホルテックスの天板とシンク。あ、こんな新しいシンク、新しい天板あったんだな。ぜひチェックしてはいかがでしょうか。はい、では、行きたいと思います。せーの。必ず、できる、ショールームへ行ってらっしゃい。ショールーム行ってらっしゃい。